こんにちは。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。今日から、新シリーズが始まりました。山崎さん、青木さん、私、米園、この3人で、ふわっとね、いろんな健康のような感じのニュースを、お伝えしていければいいなと思います。皆さんチャンネル登録をよろしければよろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、一つ目のニュースなんですけれども、どこだっけ、これ始まってんねんな。始まってます。始まはい、あ、はい、1個目のニュースなんですけれども、室伏広治選手、悪性脳リンパ腫と戦っていたです。無理やね。いや、びっくりしましたね、僕はね。え、ただ、その悪性脳リンパ腫っていうのは、まあ、そのリンパのがんやね、はい、その B リンパ球、その B 細胞、そのリンパ球の中の、B 細胞がやられちゃってる、はい、9割やられちゃってるっていうことを書いてあったよね。あ、そうですね。だからリンパ球っていうのが、その免疫をその司るというか、免疫の主役って言われててね、白血球ってあるよね。その白血球の中でも、下流球、まあ好中球、好酸球、好塩基球っていうのがあって、ほんでリンパ球っていうのがあって、まあ単球とか、まあマクロファージって言われるのがあんねんけど、このリンパ球の中にはその B 細胞、まあ、T 細胞、ナチュラルキラー細胞とか、まあ、こういうのがあると。この中でもその B 細胞のそのがん化っていうかね、それと増殖っていうような、種類やっていうことを書いてあったね。なんか、まあ、この確率が低いっていうやつですね。確率が全部低くて、まあそれはだから僕らはそこの専門家じゃないから細かいことは分からへんけれども、うん、そのリンパ球っていうのは免疫を司るもんやから、その免疫力がまあ下がってる状態やね。で、このその免疫力が下がるような、その僕らの あの体の見方からすると、その室伏選手の体、まあ一般的にスポーツ選手っていうのは免疫力下がりがちなんよ。なんか普通は健康そうっていうイメージになりますけど、そうでしょ、免疫的にやっぱ下がってるってことなんですね。そうですね。だから例えば相撲取りの人とか、まあ、あの僕も大好きやった千代の富士とかでも早く亡くなってるでしょ。で、筋肉系やん、あの人。千代の富士って言ったらめちゃくちゃ筋肉があったやん、で、肩の脱臼とかしまくってはったやん。青木さんも肩の脱臼しまくってたけど、青木さんも15回脱臼してるでしょ。僕はあの、はい、記録的なんですけど15回まあまあ、こういう感じで、そのスポーツ選手とか激しい運動をする人っていうのは過剰な緊張をしちゃって、そうなると免疫の中でもリンパ球の働きって悪くなるのよ。その自律神経が、その自律神経ってなんか多分ね、みんな聞いたことあると思うねんけど、そのリラックスしてる時の副交感神経、緊張してる時の交感神経ってあるやん。で、よし頑張ろうっていうのはやっぱ交感神経系やし、ハンマー投げとかやったら投げた後グワーってこう言うたりするやん。なやっぱめちゃめちゃ興奮するよね。で、日頃のトレーニングとかって言ってもめちゃくちゃ興奮させるわけやん、体をね。で、室伏選手ぐらいそのトップレベルやと緩みのレベルもすごいんよ。緩みの、体が硬くなるのと緩んでるっていう、まあ緊張と弛緩っていうのがあるけど、両方のレベルが高いんよね。両方のレベルが高いんやけれども、幅が広い。そうそう、両方とも、両方ともレベルが高いんやけど、やっぱね、緊張のやっぱレベルもだいぶ高いんや。で、室伏選手はその現役引退されてから、その大学で授業をしたりとか、まあ論文書いたりとか多分されてたんちゃうかな。なんかその、どういうの、
めちゃくちゃ頭を使わはるわけ。分析とかね、頭での研究で、社会的なんよ。でこの社会の中にいるということ自体がストレスがたまんのよね。月曜日から金曜日までみたいな仕事があるとすると、だからそこに長いこといてると社会的でありストレスはたまりやすいから、土曜日とか日曜日にハメを外してリラックスするのよね。そうすることでバランスが保たれんねんけれども、この社会の中にいるとかそのバリバリに頭使う系統の、あのことを長くやっていると、もともとストレスがたまりがちなんよね。いや、室伏選手はその30歳ぐらいまではやっぱり筋トレガンガンやってたっていうのもあるし、まあ、その社会的なところのストレスっていうのもめっちゃあるっていうのも分かるんで、だからこれってでも体のことすごい気を使ってたと思うんですよ。なのにやっぱこういうストレスっていうのはなんかどこでこう体に支障が出るかっていうのは分かんないっていうのが、けど、こんな見てたらやっぱ分かりますけどね。室伏選手の体を見ているともうそもそも病気にやっぱなりやすい、体はしてんのよ。そのいつ発症するかとかそんなんは分からへんけれども、もう体にストレスが溜まってんのよね。それは、スポーツをやってた時代もだし、その引退してからそういう、なんて頭を使うような方向に行ってもってずっと。そう。例えば、トレーナーの団体でね、その NSCA っていう、まあ、有名なとこがあんねんけど、でそこの、理事長をやってはった石井直方先生っていうね、その元ボディービルのチャンピオン、日本チャンピオン で東大大学院のなんか名誉教授とかもやってはる先生がいらっしゃるねんね。で本もすごい出してはって、っていう実もそのお勉強の方もものすごい先生がいてはんねんな。先生も多分なんか大きいそういうあの病気やってはんねん、っていうようにやっぱりね、その 西洋の文化というか、その筋トレとかストレッチとかっていうのは緊張を 増強させるもんなんよ。緩める方にいかんのよね。自然からはちょっと遠くなるのよね、っていう取り組みがやっぱ激しい人たちっていうのは、やっぱりどうしてもね、知らない間に肉体にその緊張が溜まってるのよ。だから例えば、東洋の発想って言ったら断食とかね、なんかその筋力とかなんかそのお腹の中にあるものとかをなくしていこうとする方向やんか。でも筋肉をつけるっていうプラスの発想っていうかね、知識をつけるとかね、そんなあの禅とかやったらもう無駄なこと考えんとこうってそっちに行くやん。だから追加する方となくしていく方って言った時に、その追加する方追加する方を加えていくとストレスはたまんのよね。でもね、良かれと思ってどんどん何かいろいろね、いい体にしようとかいいパフォーマンスしようって思ってどんどん追加すると、すればするほど体にも負担かかってたんですね。じゃあそう、それが、その体を見ればわかるから。けどやっぱもっと緩みを入れていかないと健康にはなられへん。だからより自然に近い体をしている方が自然治癒力が働くやんか。だからそっち側の体ではないっていうのは見てわかる。そのアスリートで言うとね、最近あの堀口恭司選手があのぎっくり腰をやったと、いうことをね、YouTube で語られてましたよね。やってましたね。なんかどちらかというとやっぱり室伏選手と同じような感じでガチガチな体してますけど、やっぱりその辺も関係してる。いや僕はね、ガチガチな体してるようには見えないのよ。そうですか。その室伏選手も一緒でガチガチの体してるようには見えへんのよ。その緩いところはむちゃくちゃ緩いと思うのよ多分。室伏選手の体触ったら多分めちゃくちゃ緩いと思うよ。ガチガチっていうよりかはその何かストレスを抱えてるなみたいなのが見えるって感
いや、ね、局所。室伏選手の場合はやっぱ全体的に張ってる感じは見えたけど、うん、堀口選手の場合はもうちょっと、うん、あの外へのストレス風船のようなイメージではなくって、もっと緩いように見えんのよね。うん、やねんけど局所の緊張があると思う。だから病気をするということは全体的にそのどういうのかな、ストレスがかかっている状態なんやけど、堀口選手を見た時に全体的にかかっているようには見えないんですよ。例えば発言1個にしても結構自分の言葉でかかって語ってはって、あんまり社会性のことをそんな気にしたらへんねんね、堀口選手は。なんか自然体に見えましたね。そうそう、自分の言葉で結構語ってはるでしょ。だからあんまりその、性格的なもんも含めて、全身性のストレスがかかっているようには僕には見えないんですよ。うん、それよりも室伏選手の方が社会的というか、あ、だから体にもその全身のストレスがあの見えてたんやけれども、その堀口選手の場合はおそらくですよ、あの今映像出るかな、ちょっとね、このどういう状況かっていうと、やっぱね、仙腸関節のところがやっぱもう全然動いてないんですよ。その何ていうの、 YouTube で自分の姿勢見してはってん、でそれを見た時に、ああこれ仙腸関節まるで動いてないな、っていう時に仙腸関節の僕ら整体師で言うと施術をしたらあかんねん、そこちゃうねん。じゃなくってね、多分ね、あれ腹の緊張、多分ねお腹が非常に硬いはず、で仙腸関節をもし触るんやったら、触れるぐらいでその緊張を溶かしていくような感じで触れているっていうか、もう運動を動かすんじゃない、激しく動かすんじゃない、とにかく緊張を取るっていうことをやっていくと、自然な自分の動きが出るはずやから、いじくったらあかんやろね。本人が、あの、大体1週間ぐらいで良くなるだろうみたいな、そういうのを言ってましたけど。あ、本当。山内さんの見た感じで言うと、もっと早く楽になる感じなのか、まあ、根本的な、ね、問題があるんでしょうけど、この1週間の見立てっていうのは、大体そんぐらい。そんぐらいちゃいます。あ、だから安静にしてたら、安静にしてたらそれぐらいでだんだん痛みが消えてきて、あ、その痛みが出る怖さなくある程度動けるっていうのが1週間ぐらいちゃいますかね。だからそこでその激しい緊張系のものを入れてしまうとまた動けないでしょうけど、ちょっとずつその動く範囲を高めていく、緊張休んでると緊張の度合いは減ってくるから。だからあの人だってめちゃくちゃ激しいトレーニングしてはるから、それと同じぐらい体を緩めるっていうことを入れていかへんと、日常の習慣に入れていかへんと、どうしても緊張の体になっちゃうのよね。でも元々の素質としてはすごい緩いもんを持ってはると思うんですよ。いや、それを超えるぐらい緊張の高いトレーニングをしてはる。だからもう一個体を緩めるという視点を持って、その向き合ってもらわはったら、そのぎっくり腰みたいなもんもほとんど起こらなくなると思うねんね。僕ですね、小学校5年生の時にぎっくり腰やったの。早いね。デビューが。そこからずっと何かあったらぎっくり腰ってなってたんです、なってたんですけど、若い時はなんか腰の状態でぎっくり腰、悪いとぎっくり腰になるみたいな感じだった気がするんですよね。で、大人になってきたら、なんかのストレス、特に不安があった時にぎっくり腰になるみたいなことが、なんか頻繁に起こってきて、まあ、例えば僕野球をやっていたんで、野球の試合がある、大事な試合があるんだけど、あんまり準備ができなかった。ってなると試合がちょっと不安になる。もう試合の前日とかに行くってなったりするんですよ。やっぱこう内面的な部分も関係してるのかなと思って。かなり関係していて、ただしその男性の場合は
肉体的な姿勢の原因とか肉体的緊張が激しい状態とかこっち側でなることもあるけど女性の場合は大体あの精神の緊張が激しい時にならはる、うん、で、精神の緊張が激しいとその、緊張の域値が高くなるのよ。でこれでちょっとした動作をした時にもうやっちゃうのよ。すっごい精神もリラックスしてる時にちょっとした例えば、こういうものを取ったみたいな斜め下のものを取ったみたいなそんな程度じゃギクってならへんねんけど、もともとのベース精神の緊張が高い時に斜め下のものを取ったら発症しやすいとかね、なんか精神の緊張が強い時のやっぱりその体を触ったりとか状態を確認したら、その体っていうその物質もやっぱり硬いとか、めちゃくちゃ現れてるね精神の状態が、なんか一瞬でその精神をまず緩めんねんね、ほんなら肉体がゆるゆるになるのよ。けどこういう経験をしたことがないとその言ってる意味が分からへんかもしれないけれども、その心と体はつながってるってよく言うけれども、いかに心を緩めるかっていうことで肉体を緩むよね。多分ここにいる人たちは知ってるけれどもなのでその堀口選手の場合がどうなのかっていうのは全然分からへんけど、けど慢性的にねそのならへんようにするんやったら、やっぱりその緩むという発想、お腹の緊張を取るということをもっとやっておいてもらえたら、もう一個楽な体作れるんじゃないかなとは、あの余計なおせっかいかもしれへんけどね思いますね。あ、なんかだいぶ癖になってるみたいなんで、何回もやってるみたいなんで、これだから堀口選手に限らずやっぱアスリートの人はみんなやっぱそうよね。そんだけ激しいことをやってはるから、その絶対に蓄積されるからストレスっていうのは、そんだけ分抜くことを意識しないと。ただマッサージするとかだけで抜けへんからね。何で抜けますか？だからね、この方法論っていうよりもね、その人に一番合ったリラックスやね、それとやっぱあと、どこに体の緊張があるのかを知ってる人を見つけること。あ、まあ、ぎっくり腰だったらこの施術みたいなのだとちょっと違う感じですね。違うね。もっと見れる。そう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 。そうやね。僕らもほら昔はさ、そういう風になんちゅうのぎっくり腰にはこの施術みたいなのをやってたへんか。そんなんあれへんね。けどぎっくり腰になったかって痛み取れるし、その何？けど一回そのスイッチ入ってしもたら、その神経回路っていうかその電気信号がそこに陽気流れるようになっちゃう、なっちゃうんよ。だから一旦その神経回路の興奮を収めるような、例えば脳とかをある程度いじくったりせえへんと痛みを感じるのよね。例えば寝てる時、ほんまに睡眠取ってる時っていうのは痛いと感じないのよ。当たり前やん、その眠ってんねんから意識がないんやからっていうように、脳の状態が結構大事なんや。うん、やっぱ僕の経験でなんか言うのもあれですけど、ぎっくり腰をやっても大丈夫だなと思った時っていうのはもう気にしなくなった時です。そう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 。あ、じゃあ今度は例えばその気にするなっていうのが難しいのよ。難しい。ね、意識をしないって言われてもね、いやしちゃうんですけど、ね、難しい。まあまあその辺はやめると長なるからニュースじゃなくなるから、ね、あ、じゃあそうですね、ではふわっと健康ニュースふわっとしてへんかなふわっと健康ニュース、ちょっと初回ふわっとしてないですけど、次のやつに行きましょうかはいはい、次がですね、まあ、一発目はスポーツの話題を、したんですけども、コンビニの卵が実は偽物だって知ってましたか？偽物っていうニュースです。あ、これはですね、まあ卵って言ってもゆで、普通の何ていうんですか、ゆで卵とかじゃなくって、まあ、あれは本当の卵ですね。ゆで卵はね、じゃなくって、なんかカルボナーラに乗っている卵とか、あれは、ね、パンのサンドイッチとかは、あ、それね、ちょっと言おうと思ったんですよ。え、マジで？あれも違うの？あれも実はちょっと
ちょっとからくりがあって、でそれをこの、 あの YouTube でねちょっと見つけたんですけどね、その情報は。で結局何かって言ったら、これ実はキューピーさんが、これ言っていいんですかね、キューピーさんが作ってる加工食品のキミプチっていう商品らしくて、このカルボナーラの卵で、これは加熱しても固まらないし、うん、なんかこういつもプリプリしている状態がキープできるように、うんうん、油とかゼラチンを卵に混ぜて作ってるんです、ね、え、卵には一応混ぜてんねや。そうなん、一応卵も入ってるんですよ、はい、けど卵だけだとね、温めたら固まっちゃったりとかね、はいはい、確かに固まらない、固まらないしトロトロでいられる、そういうものを。そのカルボナーラは加工してあるの分かるやん、うんうん、それ以外に、どういうケースなんですか。ね、親子丼とかにもなんかこう普通にこうなんていうんですか、親子丼にも生卵が、はいはいはい、僕あんまりコンビニでそういうの食べないからちょっとリアルであんま見てないんですけど、その情報によると。いやそれはけど、確かに、親子丼とかは卵使ってんなと思いますね。その時に温めるじゃないですか、うん、でも潰してもとろけるし、うん、温めても固まらないっていう、ははそのなんか温めてもとろとろのね、うん、これをね企業努力で作ったらしいんですよね。でじゃあこれが危険か安全かって言った時には、うん、結局たくさん食べなければ、毎日のようにそれ食べたら何食べてもね体悪くするよねっていう話で、特別、まあ、その油が何使ってるかとかゼラチンがどうかっていうのはちょっと細かく分かんないんで、まあ、危険かと言われたら危険かもしれないんですけど、その一応食べれる。なるほど ね、じゃあ普通親子丼とかに入れるようなその卵って言ったら、ね、確かにその賞味期限とかもっと早くあかんくなりそうやもんね。そうです、その食中毒とか、うん、そういう危険性もあるから、そのためにね、うん、添加物加えて作ってる。まあそういうことだよね。さ っ、 き、うん、さっきあの出てきた、卵サンド、うん、で面白いんですけど、まあ、卵使ってるんですけど原材料の明記のところに卵サラダって書いてある。え、一番上に書いてあるのは何なの？一番最初に書いてあるやつ。一番最初はパンが多ければ小麦粉ですかね。ははははははは。オリジンなんで、あの書いてある。そうね。うん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 。だからまあ2番目か2番目ぐらいに卵サラダ。卵サラダ。卵じゃないや。卵サラダ。ほう。じゃあ何か中身何かって言ったら、なんと卵の白身だけらしいんです。はは。黄身を使ってない。うん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 。でもなんかちょっと黄身っぽいのも入ってるじゃないですか。うん。あれ全部着色料で白身を塗ってるらしいです。うん。白身を塗ってる？白身は白いですよね。うんうん。で黄身は入ってないんで、黄身取り除くんで、あれ。うん、過程で、うん、でもちょっと黄色いのとか入ってるやつは全部着色料で塗ってある。はははははは。そう、黄身が腐るからってことね、多分。黄身が、それもあるかもしれないですね。腐るっていうのもあるし、あと、他にたくさん使えると、マヨネーズを作るときに使ったりとか、だから安価に作れると思うんですね、うん、白身だけだと。でそこに着色料とか添加物がいろいろこう入って、で、うん、それを卵サラダという表記にしておくと全部書く必要がなくなるんです。この使ったもの、わかります？その着色料とかそういうのを原材料名。なるほどなるほど、そうか。じゃあバレへんのか。そうなんです。何使ってるかわかんない。はははははは。その代わりになんか保存が効くというか、大企業の騙しの技術すごいな。でもこれも多分すごい、それはそれで正義があると思うんですよね。うん、食中毒にならないようにとか、お客さんが求めてるからとか、
まあ、なんかここがなんか難しいとこだなと思うんですけど、自然ではない。いやいや全然あかんでしょその大ヒットの見方どうすんの中立派っていやでもすごいことやってますよね。でもね、いやえげつないよ。だからほとんどがなんとか風のものしか、ものが売ってる、加工されてるものは、うんうん、卵のサンドイッチ。だから完全に信じて、なんかその何、大きい企業の言うことを、はいはい、あんだ体のこと、僕らの体のことどうせ気使ってくれてるんでしょうじゃないってことやね。あ、そこはよりも優先順位が高いのはなんか安く売れたりとか、経済的なあの論理やね。ね、そう、うん、だからそこ僕らも注意してみいひんと、うん、その自分の体はやっぱ自分で守らないかんってことやね、うん、なんかいいですか。いやなんかね、そのニュースを、まあ、私もちょっと見て思ったのが、それこそ、まあ、生卵っぽく見えるじゃないですか。確かに黄身の部分がポンって乗ってて、でもそれこそ電子レンジで温めても固まらないし、ねこうあの膜を潰しとかないと、電子レンジで温めるときって黄身って爆発する、私は爆発させたことがあってするじゃないですか。でそうなるのに、あのそれを本当の生卵って信じてる人がたくさんいるということに私はすごくびっくりして、あ、はいはい、そもそもすごく、それがすごすごくねみたいな、なんかあのだから洗脳のマジックじゃない。そうだから、うん、普通だったら卵をこうしたらこうなるってあるけど、でもなんか似てるし、なんてそこの思考回路が、で私もなんかあんまり気にしてなかったんで、自分自身も、うん、だからあのそのね、そういう事実を知った時に騙されたって思う人もいるっていうことにすごく恐怖を感じました。はい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 、あのそういう人もいるっていうので、ね、見てちょっとみたいなって思ったっていうはい、では初回のふわっと健康ニュース以上になりますが、皆さんいかがだったでしょうか。気に入った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いしますっていうのがちょっとよくあるので、まあ今言ってみたかっただけなんですが、こんな感じでふわっと、まあ週1回くらいのペースですかね、はい、私たち3人で、健康のためのニュースをお伝えしていきたいと思いますので、またよろしくお願いしますさよならありがとうございました。